バロニアは緑色植物門に含まれる海藻の属である。モカラガは肉眼的な大きさの球形の細胞よりなる。口述するように新書型緑藻と呼ばれ、温帯から熱帯の海洋域、長寒帯から比較的深い場所まで分布する。バロニアの名はイタリアの植物学者ベローニに懸命されたものである。バロニアは巨大な単細胞生物である。細胞は 風船のように膨らんだ形状で球形から空球形、基部で器物に付着している。色は能力色、表面に光沢があり、美しさを称えられる。細胞の内部は液状の原型質で満たされており、細胞質や液胞の他多数の葉緑体、核を含む。細胞の表面はセルロース製の細胞壁で覆われている。このセルロースの合成複合体は、 陸上植物のようなロゼット型ではなく、競技の緑草類と同じ3列の直線的な配置を取っており、太く丈夫な繊維を形成することができる。バロニアの細胞からは、容易にプロトプラストを作成することができる。滅菌海水を用意し、も体に傷をつけて、原型質を流し込めばよい。原型質は、海水中で休憩となり、数分で表面に、 細胞膜が形成されて、プロトプラストとなる。プロトプラストは、数週間の培養の後に、元と同じ、も体に戻る。このようなプロトプラストによる、分散、増殖と個体の再生は、天然でも見られ、言わずためや緑毛目の層類で多く知られている。光合成色素としては、クロロフィル A 及び、B を持つ。他に光合成補助色素として、新書型緑層に、 特徴的なカロテノイドであるシフォネエンやフォナキサンチンを持つ。これらのカロテノイドは緑色光を効率的に吸収し、新書での光合成を可能にしている。バロニアの細胞分裂は細胞の表面付近で起こる。細胞が成熟すると細胞質が細胞壁の直下に凝集し、細胞分裂を経て有層細胞が形成される。有層細胞は 細胞壁の穴から放出される。放肢体と配偶体は同型である。バロニア族は40種以上が記載され、そのうち10種が分類学的に受け入れられている種である。日本近海では3種が知られている。以下では、その3種について、日本近海以外の分布に関する情報が抜けているかもしれない。海中のオーバロニア、アオサモズナは多くの食用海藻を含むが、 バロニアの食用利用は知られていない。鑑賞用に販売されることがある一方、アクアリウムに予期せず販応して駆除の対象となる場合もある。ありがとうございます。